ヨハン・マルティン・シュライヤーヨハン・マルティン・シュライヤーは、ドイツのカトリック司祭であり、人工言語ボラピュクの発明者。公式的な名前は、マルティン・シュライヤーであるが、名付け親に敬意を表して、非公式に、自らヨハン・マルティン・シュライヤーとした。1856年に、カトリックの司祭になり、複数の小教区司祭として働いた。 1867年から1875年まで、彼はメスキルヒやクルムバッハで司祭を務めた。文化闘争のため、祭司として行った社会主義に関する発言が原因で、シュライヤーは逮捕され4ヶ月間、投獄された。その後、1875年から1885年までは、コンスタンツ近郊のリッツェルッ徹底のカトリックの小教区で司祭を務めた。 彼の階級団によると、このリッツェルシテッテン時代が彼にとって最も幸せな期間だったという。この時代にはカトリックの雑誌シャンシャルフの編集者をしていた。1879年5月に彼はボラピュークに関する記事を掲載した。翌1880年には書籍として出版。すると、ボラピュークは芝叩く間に欧州全体にブームを呼び起こした。 シュライアー自身は1885年、病気が原因で、被災食を辞した後、ボラピュク運動に関与することとなった。ローマ教皇のレオ13世は1894年、シュライアーを後位聖職者にした。シュライアーは1912年、コンスタンツで死去する。彼の死後2001年夏から、リッツェル市鉄店では、シュライアーを劣服させるためのキャンペーンが始まった。 この地域には、シュライアーを記念した学校や道路などがある。1977年に、極左テラ組織に誘拐され、殺害されたドイツ経営者連盟会長、ハンス・マルティン・シュライアーは、ヨハン・マルティン・シュライアーの兄弟のひ孫である。ありがとうございます。